ユスティニアヌス一世は、東ローマ帝国、ユスティニアヌス王朝の第二代皇帝。正式名は、フラウィウス・ペトルス・サッパキウス・ユスティニアヌス。後世、大帝とも呼ばれたように、古代末期における最も重要な人物の一人で、ある。その知性は、東ローマ帝国史における画期的な時代を成し、当時の帝国の半島を押し広げた。これは、野心的だが、 最終的には失敗した帝国の再建に特徴を付けられる。この野望はローマを含む西ローマ帝国の領土を部分的に回復したことに表される。しかしその栄光の時代も543年の国史病が終わりの印となった。帝国は領土的縮小の時代に入り9世紀まで回復することはなかった。ユスティニアヌスの遺産の重要な側面は ローマ法を統合して書き直したローマ法大全であり、これは多くの現代国家の大陸法の基礎であり続けている。彼の知性はまた初期ビザンティン文化の交流にも記され、彼の建築事業はハギアソフィア大聖堂のような傑作を生み出し、これは800年以上にわたって東方聖教会の中心となった。東方聖教会では、 聖者とみなされており、ルーテル教会の一部からも祝福されている。反対に、同時代のプロコピオスはユスティニアヌスを残忍で強欲そして無能な統治者として見ていた。ユスティニアヌス一世の知性に関する主な資料は歴史家プロコピオスが提供している。散逸したシリア語によるエフェソスのヨハネスの年代記は、後代の年代記の資料となり、 多くの不可的な詳細を知ることに貢献している。この二人の歴史家は、ユスティニアヌスと、皇后テオドラに対して、非常に辛辣である。また、プロコピオスは、皮脂を表しており、ここでは、ユスティニアヌスの宮廷における、様々なスキャンダルが述べられている。他の資料としては、アガティアス、メナンデイル・プロテクトル、ヨハネス・マララス復活祭年代記マルケリヌス、 コメストゥンヌナのウィクトルが挙げられる。出生地近くに建設したユスティニアプリマの遺跡。後に皇帝ユスティニアヌス一世となるペトルスサッパティウスは483年にダルダニア州タウレシウムで農民サッパティウスの子として生まれた。ラテン語を話す彼の家族はドラキア系ローマ人、またはイリュリア系ローマ人であると考えられている。後に 彼が用いる国能面のアイスティニオネスは、おじのユスティヌス一世の養子となったことを意味する。彼の治世中に、出身地から遠くない場所にユスティニアプリマを建設している。母ウィギランティアは、ユスティヌスの姉だった。おじのユスティヌスは、この絵体に属しており、ユスティニアヌスを養子とし、コンスタンティノポリスへ招き寄せて養育した。このため、ユスティニアヌスは、 工学と進学そして、ローマ史について高い知識を持っていた。彼はしばらく、この得体に勤務していたが、経歴の詳細については分かっていない。ユスティニアヌスと、同時代の年代記陰者、ヨハネス・マララスは、ユスティニアヌスの外見について、背が低く、色白で、巻き毛、丸顔の美男子だったと述べている。もう一人の同時代の年代寄陰者、プロコピオスは、 ユスティニアヌスの外見を、暴君ドミティアヌスに例えている。518年に、アナスタシウス一世が崩御すると、ユスティヌスは、ユスティニアヌスの大きな助けを受けて、神帝即位を宣言した。ユスティヌス一世の知性においてユスティニアヌスは、皇帝の復進となった。ユスティニアヌスは待望を抱き、共同皇帝になる以前から事実上の摂政の役割を果たしていたとされるが、 それを確認する証拠はない。知性の末期にユスティヌスが老衰するとユスティニアヌスは事実上の統治者となった。521年にユスティニアヌスは執政官に任命され、後に東方軍司令官ともなっている。525年頃にユスティニアヌスは20歳年下のオドリコ・テオドラと成婚した。当初、ユスティニアヌスは階級の違いのために彼女と 成婚できなかったが、叔父の皇帝エスティヌス一世が異なる、階級間の結婚を認める法律を制定した。テオドラは帝国の政治に大きな影響を与えるようになり、後代の皇帝も貴族階級以外から妻をめとるようになった。この成婚は終分となったものの、テオドラは非常に知的で抜け目なく、公正な性格を示して、ユスティニアヌスの偉大な講演者となった。 ユスティヌス一世の崩御が迫る527年4月1日に、ユスティニアヌスはカイサルに就任し、同年8月1日のユスティヌス一世の崩御により、単独統治者となった。皇后テオドラ・ラベンナのサンビターレ聖堂のモザイク、統治者としてのユスティニアヌスは非常な精霊さを示した。その働きぶりから、彼は眠らぬ皇帝として知られたが、一方で、人好きが良く、 中国を受け入れる人物でもあった。ユスティニアヌスは地方の仮想階層出身であったため、コンスタンティノポリスの伝統的な貴族階層に権力基盤を持たなかった。その代わり、彼は生まれではなく功績によって選ばれた非常に才能のある男女に取り巻かれていた。有能な進化には、司法長官のトリボニアヌス、外交官で長きにわたり、 国内長官を務めたペトロ・パトリキウス、財務長官カッパドキのヨハネス、そしてかつてなく、効果的に調税を行い、これによって、ユスティニアノスの一連の戦役の財源をまかなった、ペトロ・バルシャメス、そして最後に、偉大な名称ベリサリウスがいた。528年、ユスティニアノスは、トリボリアノスらに古代ローマ法の集大成である、ローマ法大全編纂の直命を下す。 529年、古代からの伝統的多神教を弾圧。アテネのアカデミアを閉鎖し、学者を追放した。ユスティニアヌスの有能ではあるが、人気のない助言者を登用する傾向は、その知性の初期に危うく、定位を失わせかけた。532年1月、コンスタンティノポリスの戦車競争の支持者の党派が団結して、後に、 二カの乱の名で知られる暴動を起こした。彼らはトリボニアヌスタ二名の大臣の悲免を要求し、さらにはユスティニアヌス自身を打倒して、アナスタシュース一世のスメラオイである、元老院議員ヒューパティオスに加えさせようとした。群衆が市外で暴動を起こしている間、ユスティニアヌスは首都からの逃亡を考えたが、皇后、テオドラの知ったによって街に止まった。続く二日間に彼は、 ベリサリウスとムンデスの二人の将軍に容赦ない鎮圧を命じる。歴史家プロコピオスは競技場で三万人の非武装の市民が殺害されたと述べている。テオドラの主張により、アナスタシウス一世のスメラオイホカは処刑された。ユスティニアヌス一世時代の東ローマ帝国。青色と緑色部分はトラヤヌス時代のローマ帝国。 赤線は395年の東西ローマの分割戦国内の危機を乗り切ったユスティニアヌスは再征服に乗り出すことになる。532年6月にサーサーアガーサ、ペルシアとの間に永久平和条約を結んで東方国境を安定させると、翌533年、ベリサリウス将軍を北アフリカへ派遣してゲルマン人国家バンダル王国を征服させた。 535年、ゲルマン人国家東ゴート王国の内紛に乗じて、ベリサリウスをイタリアへ派遣した。翌年末に、ローマを奪回したものの、東ゴート側の強固な抵抗に愛戦争は、長期化する。537年12月、二課の乱で消失したハギアソフィア大聖堂の再建が、完了した。ビサンティン建築の最高峰として、現代まで伝えられることになる。 完成時の奉建式で祭壇に立って手を差し伸べ、古代イスラエル王国のソロモン王の大神殿を凌駕する聖堂を立てたという思いから、我にかかる事業をなさせたもうた神に栄光をあれ、ソロモンよ、我は何時に勝てり、と叫んだと伝えられる。540年にベリサリウスが東ゴート王国の首都ラベンナを攻略し、 東高島をウィキギスを捉えて、コンスタンティノポリスへ帰還したものの、イタリア半島では依然として、東高島の残党が勢力を保っていた。同年にサーサーアン・アサトの交渉を再開し、帝国の東西に敵を抱えることになる。541年、共和制ローマ以来の失政官制度を廃止する。543年、国士病が大流行し多くの死者が出て、政府も、 機能不全に陥る。ユスティニアヌスも感染したが回復している。これにより、帝国の人的主源は大打撃を受け、ユスティニアヌスのローマ帝国最高事業は、衰退に向かうことになる。548年に、皇后テオドラが、おそらくガンによって比較的若くして崩御した。晩年のユスティニアヌス一世。ラベンナのサンタポリナーレヌオボ聖堂の、モザイクユスティニアヌスは、 皇後,后よりおよそ20年間長生きしており、進学上の問題に関心を寄せて、カトリック教義についての議論に積極的に参加し、553年には第2コンスタンティノポリス公会議を主催している。知性の晩年にはより一層に宗教に献身するようになった。552年にベリサリウスと交代したナルセス将軍が、イタリアで抵抗を続けていた東モーをトーティラを、 戦死させ、その後を継いだ平屋を破って、東ゴート山党を殲滅し、554年末までにイタリア半島の平定を完了した。しかし、長い戦いでイタリアは荒廃し、ローマ市の人口は500人にまで減少したとも言われる。同年、西ゴート王国からイベリア半島東南部の領土を奪取。地中海全域にローマ帝国の支配を回復した。 565年11月13日から14日にかけての夜にユスティニアヌスは放御した。皇后テオドラとの間に着出男子はなく、妹ウィギランティアの息子ユスティヌス2世が即位し、皇后テオドラの名ソフィアと結婚した。ユスティニアヌスの遺体は、聖師と教会に特別に作られた霊病に埋葬された。晩年のユスティニアヌスは軍を軽視したため、軍は弱体化した。 また、侵入する移民族に対しては、金で紛争を解決しようとしたため、国家財政も破綻した。ユスティニアヌスの死後、北方からの移民族の侵入やサーサーアンアサの攻撃を受けて帝国は急速に衰退し始め、8世紀半ばまで外敵の侵入と国内の混乱が続いた。ユスティニアヌスは、司法改革によって長く続く名声を勝ち得た。中でも、 これまで試みられることのなかったローマ法の完全な改定で知られる。その法制の集大成が今日、ローマ法大全として知られるものである。これは、直法遺産、学説遺産、法学定用、そして新直法からなる。知性の初期、ユスティニアヌスは、財務官トリボニアヌスをこの仕事の主査に任じた。二世紀以降の帝国処法を成分化した。 直法遺産の最初の草案は529年5月7日に発布された。最終版は534年に発布されている。533年に過去の法学説を編纂した学説遺産が出され、そして主要な法律を解説した教科書である法学提要が続いた。ユスティニアヌス地政下の新法を編纂した新直法がローマ法大全を補足している。 他の大前とは、対照的に、新直法は、東ローマ帝国内の一般語である、キリシア語で書かれている。ローマ法大前は、ラテン法哲学の基礎を形作り、歴史家に、後期ローマ帝国の関心と活動に関する価値ある、見通しを提供している。変算物としてこれは、正式な法律、元老院の協議、直令、判例、そして法学者の意見と解釈といった著述。 または発布された法と、その他の規則からなる多くの資料を集積したものである。トリボニアヌスの法典は、ローマ法の存続を確保した。バシレエオス一世とレオン六世の時代に編纂されたバシリカ法典で述べられているように、これは東ローマの法律の基礎となった。西部の地方で、ユスティニアヌス法が導入されたのはイタリアだけだったが、ここから12世紀に、 西ヨーロッパへ伝わり、多くのヨーロッパ諸国の法典の基礎となった。これは、最終的には、東ヨーロッパにも伝わり、スラブ語版が表され、そして、ロシアにも伝わった。ローマ法大全は今日にも影響を残している。ベリサリウス。ラベンナのサンビターレ聖堂のモザイク。ユスティニアヌス一世の知性の最も華々しい、業績は5世紀に。 帝国の支配から離れた西部地中海解剖の広大な土地を回復したことである。キリスト教徒の皇帝としてユスティニアヌスは、イニシエの教会にまでローマ帝国を回復することは神聖な義務であると考えていた。ユスティニアヌス自身は一連の戦役に出生することはなかったが、彼は諸法令の序文で自らの成功を持参し、芸術作品においてこれらを祝った。 この再征服の多くは、ベリサリウス将軍によってなされている。ユスティニアヌス一世は、おじからサーサーアンアサ、ペルシャとの戦争を引き継いでいた。530年、ペルシャ軍は、ダラの戦いで撃破されたが、その翌年には今度はベリサリウス率いるローマ軍が、仮にクムの戦いで敗れている。三十一年九月に、ペルシャ王カワード一世が崩御すると、ユスティニアヌスは、 後継者のホスロを一斉に金一万千ポンドを支払って永久平和条約を締結した。東方国境の安全を確保するとユスティニアヌースは西方に目を向けた。かつて西ローマ帝国が存在した。この領域にはアリウス派のゲルマン諸国家が成立していた。アフリカ再征服を記念した現代、または近代の大メダルユスティニアヌースが最初に攻撃をした西方王国は 北アフリカのバンダル王国であった。530年、ユスティニアヌスや現地のカトリック教会と良好な関係を保っていたヒルデリック王が重帝のゲリメルに倒された。投国され退位させられたヒルデリックはユスティニアヌスに助けを求めた。三十三年、十二隻ので揺るもに守られた五百隻の輸送船で出生したベリサリウスは、兵一万五千と、 万族兵数部隊を率いて、現在のチュニジアの場が岬に上陸した。ベリサリウスは9月14日の後でキムムの戦い、そして12月のトリカマルムの戦いで、バンダル軍に奇襲をかけて破り、カルタゴを占領した。ゲリメルはヌミディアのパップアイアマに逃れたが、翌春に降伏した。ゲリメルはコンスタンティノポリスへ連行され、外戦式で引き回されている。この戦役で、 サルデーニャとコルシカ、バレアレス諸島、そしてジブラルタル対岸のセウタ要塞が回復された。ユスティニアヌステが実現させた東ローマ帝国の最大領域。534年4月にアフリカ属州が設置されたが、続く15年間のうちにムーア人との戦争と打ち続く反乱に動揺し、崩壊寸前になっている。この地域は548年まで。 完全に安定しなかったが、その後は平成を取り戻してある程度の繁栄を享受している。アフリカの回復のために帝国は金10万ポンドの出費を要した。ゴート戦争関係図アフリカと同様にイタリア半島の東五島国でも王族内の内紛が介入の機会を与えた。三十四年十月二日まだ年少のアタラリック王が死去すると三奪者テオダドは、 女王、アマラスンタを、ボルセーナ湖のマルターナ島へ遊兵し、翌535年に暗殺してしまった。そこで、直ちに兵7500を率いたベリサリウスが、シチリア島へ侵攻して、イタリア半島へ進軍、ナポリを略奪し、536年12月9日に、ローマを占領した。その時までに、テオダハドは、ゴート軍によって退位させられ、兵士たちは、 ウィティギスを新たな王に選んでいる。ウィティギスは大軍を集めて537年2月から538年3月までローマを包囲したが脱回できなかった。ユスティニアヌスはナルセス将軍をイタリアへ送ったがベリサリウスとナルセスの反目が作戦の進行を妨げる結果となってしまった。東ローマ軍はミラノを占領したもののすぐに町は 東ゴートに奪回されて破壊されている。539年にユスティニアヌスがナルセスを召喚すると戦況はローマ側の優勢に傾き、540年にベリサリウスは東ゴートの首都ラベンナイ迫った。そこで彼は東ゴートから西ローマの定位を提供され、同時にユスティニアヌスから和平交渉のための使者が到着し、ユスティニアヌスは ポーガワイ北を東ゴートに残すことを認めていた。ベリサリウスは提供を受けるかのように偽って540年5月に町に入り、ラベンナが帝国領たるのを改めて宣言した。その後、ユスティニアヌスの召喚により、ベリサリウスは、ウィティギスト、王妃、またスンタを連行して、コンスタンティノポリスへ帰還した。ベリサリウスは、 ペルシャとの戦争の再燃により呼び戻されていた。530年代のアルメニアにおける反乱に続き、おそらくは東豪との施設からの懇願に刺激させられたホスロー一世は永久平和条約を破棄して540年春に東ローマ領へ侵攻した。ホスロー一世はまずベロエアとアンティオキアを略奪してダラを包囲した。その後、小国だが、 戦略的な用地にある国会の衛星国ら次会と、道中の諸都市から功能金を取り立てながら、攻撃に向かった。彼はユスティニアヌスへ、金5000ポンドに加えて、毎年金500ポンドの功能を供養した。ベリサリウスは541年に、東方へ到着し、いくつかの戦勝を収めたが、542年に、コンスタンティノポリスへ、再び召喚されている。 この撤退の理由は不明だが、おそらくは将軍の配信行為の噂が宮廷に届いたためである。薬病の発生により543年中の戦争は昇降状態になった。翌年、ホスロー一世は東ローマ軍3万人を撃破したが、主要都市へスサの包囲には失敗した。両軍とも優勢を勝ち得ず、545年に、 東ローマとペルシャの南部国境地帯で和平が締結された。この後も北部でのラジカ戦争は数年間続いていたが、557年に和平が結ばれ、続いて562年に以後50年間続く和平が締結された。講和条件により、ローマが毎年期に400から500ポンドを支払う見返りにペルシャはラジカを放棄することになった。 ラクタリウス山の戦いで、東ゴート族は壊滅した。軍事的努力が東方へ集中している間に、イタリアの情勢は悪化していた。イルディバルド王、エラリーコ王、そしてとりわけトーティラ王の下で、東ゴートは急速に領土を拡大した。542年のファエンツァの戦いでの勝利の後、東ゴートは南イタリアの主要都市を奪回し、すぐに半島の大半を確保した。 ベリサリウスは544年後半に戻されたが、十分な兵力は持たなかった。前進することができず、彼は548年に指揮権を交代させられた。この期間に、ローマ市は三度主を変えており、まず546年に東ゴートに占領され人口が激減し、次に547年に東ローマがこれを脱回し、そして550年1月に、 東ゴートが奪い返している。また、トーティラ王は、シチリアを略奪し、ギリシャ沿岸を襲撃までしている。最終的にユスティニアルスは、ナルセスに、兵3万5千を与えて派遣した。東ローマ軍は552年6月に、ラベンナに達し、アペニン山脈のブスタがロームの戦いで、決定的な勝利を収めて、トーティラを殺害した。東ゴートは、 テイヤ王にいただいてなおも抵抗を続けたが、同年10月に行われた、ラクタリウスさんの戦いで、ついに壊滅した。554年には、フランク族の大規模な侵攻を、ウォルトゥルヌスで撃退して帝国はイタリアを確保した、ものの、ナルセスは、東ゴート山東の完全な平定になお数年を要している。戦争終結時に、イタリアには1万6000人の兵士が駐留しており、 帝国は、イタリア回復のために、金30万ポンドの出費をしている。これら以外の制服では、東ローマ帝国は、西元王国で三奪者タナギルドが、国王アギラ一世に反乱を起こす際に援助を求めたことにより、イベリア半島へ進出している。552年、ユスティニアヌスは、当時80歳代になる老将、リベリウスに、兵に0を与えて派遣した。 東ローマ軍は、カルタヘナや南東部宴会の諸都市を占領し、同盟者で新国王になったアタナギルドに妨害される、以前に新たにスパニア族州を設置した。この戦役は、東ローマ帝国の拡大の絶頂を示すものとなった。ユスティニアヌスの治世では、バルカン半島は、ドナウ川以北に住むトゥルク系及び、スラブ系諸民族からの侵入をしばしば受けていた。 この地域ではユスティニアヌスは主に外交手段と防御システムの構築に頼っていた。559年にザベルガネスハーンに率いられたスクラビニ族とクトリグル族が侵入してコンスタンティノポリスを脅かしたがベリサリウスによって撃退されている。ユスティニアヌス一世の即位から防御までの東、ローマ帝国領の拡大ローマ帝国のかつての栄光を再建しようとする。 ユスティニアヌス一世の待望は部分的に実現しただけだった。西方における530年代の輝かしい軍事的成功の後は長く続く賃貸に陥っている。ゴート族との長期化した戦争はイタリアに破滅をもたらした。住民に課せられた重税はひどく憎まれた。イタリアにおける最終的な勝利と、 南部スペインの征服は東ローマ帝国の権力と影響力を発揮する地域を大いに拡大し、そして帝国の威信に寄与したことも間違いはないものの、征服のほとんどは儚いものとなった。イタリアの大部分はユスティニアヌスの崩御の3年後の568年にランボバルド族の侵略によって失われ、そして続く1世紀のうちにアフリカの半分とスペインが 帝国から永遠に失われている。地政晩年の数年間には、コンスタンティノポリス自体が、北方からの蛮族の侵攻に対して安全ではない、ことが明らかとなり、比較的好意的な歴史家、メナンドロスプロテクターでさえ老齢による、体の衰弱から首都を守ることに皇帝が、失敗したと説明する必要を感じた。古代ローマ帝国を再興しようとする彼の努力により、ユスティニアヌスは、 危険なほどに東ローマ帝国の領土を広げる一方で、6世紀のヨーロッパ世界の変化を開案することに失敗していたのである。逆説的なことだが、おそらく、ユスティニアヌスの軍事的な成功はその後の帝国の衰退の原因となったであろう。ユスティニアヌス一世は、帝国の正当派は宗教分派、特にシリアやエジプトに多くの信者を持つ、 単性論に脅かされていると考えていた。単性論の協議は451年のカルケドン、公会議で異端として非難されており、皇帝ゼノンとアナスタシウス一世の単性論に対する寛容政策はローマ司教との緊張状態の原因となっていた。ユスティニアヌスは態度を覆し、カルケドン協議を確認してこうに、単性論を非難した。 ユスティニアヌスはこの政策を続けつつも、市民たちに競技場の妥協を受け入れさせて、宗教的統一を押し付けようと試みたが、この政策は誰も満足させられず失敗に終わっている。皇后テオドラは、単性論に同情的であり、初期の親男性論破による、宮廷陰謀の厳選になったとされている。知性期間中に進学に心から関心を寄せる。 ユスティニアヌスはいくつかの神学論文を表している。ユスティニアヌス一世が描かれた、ホリス・ドーカ世俗政治と同様に皇帝の教会政策でも先制が見られた。彼は宗教と法のすべてを統制した。知性の始めから、彼は三位一体と樹肉を法によって広めることが適切であるとみなし、そしてすべての異端に適当な処罰を加えることにより威嚇し、 故にその後に彼は、適法手続きによって正当的信仰へのすべての、妨害者から、犯罪の機会を奪うつもりであると宣言した。彼は、二階やコンスタンティノポリス信条を、教会の唯一の象徴となし、四度の、教会一致促進運動会議における、教会法へ、法律上の力を与えた。五十三年の第二コンスタンティノポリス公会議に、出席した司教たちは、 教会が皇帝の意思と命令に反していかなることもなさないと同意した。コンスタンディヌーポリ総主教アンシモス一世の場合には皇帝は一時的な追放措置によって教会の禁制を助けている。ユスティニアヌスは異端を弾圧することによって教会の正常を守った。彼は修道院制度を保護、拡張するに際して教会と聖職者の権利を保障する機会を 放置しなかった。彼は、修道士に、一般市民から財産を相続する権利と帝国の、国庫あるいはある特定の州の税金からソロムニア、あるいは毎年の寄進を受け取る権利を与え、そして彼は俗人への修道院財産の譲渡を禁止した。彼の手法の先制的な特徴が、近代的な感受性に反するけれども、彼はまさに教会の、育ての父だった。 直方遺産と新直法には、教会資産の寄進、創立、管理について、主教、被災、大修道院長の選挙とその権利、修道院生活、聖職者の滞在義務、礼拝様式、監督者の管轄権などに関する多くの法令が、含まれていた。ユスティニアヌスは、二課の乱で破壊されたハギアソフィア大聖堂の再建を、行い、その建設費は、金2万ポンドを要した。 八角形の金箔のドームとモザイクを備えた新築されたハギアソフィア大聖堂はコンスタンティノポリスにおける東方聖教会の中核かつ最も明瞭な記念碑となった。五世紀半以降、東ローマ皇帝は教会の問題でますます困難な仕事に直面するようになっていた。一つにはあらゆる方面の求心主義者たちが キリストの性質に関する聖書の教義を擁護し、文派間の教義上の相用をつなぐためのカルケドン、公会議の心情によって常に拒絶されていると感じていた。コンスタンディヌーポリ総主教フラビアノスへのローマ教皇、レオ一世の教書は、東方では悪魔の仕業であると考えられており、そのため誰もローマの教会について聞くことを望まなかった。しかしながら、 皇帝はコンスタンティノポリスとローマとの統一を維持する政策を持っており、そしてこれは彼らがカルケドンで定められた線を歪めないことによってのみ可能であった。加えてカルケドンによって動揺し、不満を抱くようになっていた東方の諸派を抑制し、そして沈めることを必要としていた。この問題は東方で意義を唱えている反。 カルケドン派が数の上でもそして知的な能力でも共にカルケドン派に勝っていたので一層難しいと分かった。両派の目標の不一致から緊張は増しており、ローマと西方を選択したものは東方を放棄しなくてはならず、そして逆もまた同様であった。ユスティニアヌス一世のフルネームを表示する執政官の所字版ユスティニアヌスは518年に彼の叔父が即位するとすぐに、 教会の国政術の論争の場に入り、483年からローマと東ローマの間に普及していた単性論の教会分裂を終わらせた。思考の教会権威としてローマ主教座を認めることは彼の政方政策の基礎であり続けた。東方の多くの人々にとって、それは不愉快なことではあったが、それにもかかわらず、ユスティニアヌスは、 シルエリウスやウィギリウスのようなローマ教皇に対して先制的なスタンスを取るために彼自身は完全に自由であると感じられた。教会の競技場の派閥に妥協を受け入れさせることはできなかったが彼の和解のための誠実な努力は教会の主要組織から賛同を得させた。ティーパス会と論争での彼の態度がその合図だった。当初彼は 文字上の荒探しになっているとする意見だった。しかしながら、次第にユスティニアヌスは、問題となっている心情が正当であるかに見えただけで、なく、単性論に対する、融和的な手段だり得るかと理解するようになり、そして彼は533年にカルケドン派と、単性論派との宗教会議を行う努力をしたが、無駄に終わった。553年3月15日の宗教直例で、 再びユスキニアヌスは妥協へ動き、教皇ヨハネス2世が帝国の宗派を正当信仰であると認めたと彼、自ら祝福している。彼は最初に誕性論の主教と修道士に厳しい迫害を仕掛け、そしてそれによって広い地域の住民に敵意を持たせた深刻な大失敗を彼は最終的に強制した。彼の普遍の目標は誕性論を味方に引き入れ、 それでもなおカルケドン心情を放棄しないことだった。宮廷の多くの人々に対して、彼は十分に成功しなかった。特に皇后テオドラは、単性論が無制限に受け入れられることを望んだで、あろう。参照問題の避難でユスティニアヌスは、東方と西方を満足させようとしたが、どちらも満足させられなかった。教皇は避難に同意したものの、 西方の人々は皇帝がカルケドン布告と相反する行いをしたと信じた。多くの施設が東方でユスティニアヌスに服従して現れたが多くの特に単性論者たちは不満なままだった。晩年の彼は進学の問題にさらに献身したためにさらに苦しめられた。ユスティニアヌス一世はコインの表面に十字架をかざす姿を描いた最初の皇帝の一人である。 ユスティニアヌスの宗教政策は、帝国の統一は、宗教の統一を完全に前提しているという信念の反映であり、そしてその信仰は彼にとっては、明確にオルトドクスのみであった。直方遺産は、私生活での災疑を含む、多信教の完全な禁止を命じる二つの法令を含んでおり、これらの条文は、熱心に実行された。同時代資料には、 上流階級の人々へのものを含む厳しい迫害が述べられている。529年にアテネのアカデミアがユスティニアヌスの命令によって国家の管理下に置かれた。このヘレニズム教育機関の事実上の閉鎖がおそらく最も有名な事件であろう。多神教は積極的に弾圧された。小アジアだけで七万人の多神教徒が回収したとエフェソスのヨハネスは述べている。 ドン川流域に居住するエ、ルリ族、フン族、カフカスのアブハジア族、タザニ族といった多くの人々も、キリスト教を受け入れた。リビア砂漠のアウギリアにおけるアメン人崇拝は廃止され、そして同じことがナイル川第一幕府のフィラエジまでのイシス人崇拝の残死でも起こった。長老ジュリアンと主教ロンギヌスがナバテア王国での布教を行い、そして、 ユスティニアヌスはエジプトから主教をイエメンに派遣して、同地のキリスト教の教科に努めている。ユダヤ人も、また市民権を制限され、そして宗教上の恩恵を脅かされただけでなく、皇帝はシナゴーグ内部の事柄にも介入し、一時的にだが、礼拝の際に、ヘブライ語を用いることを禁じた。反抗者は、肉体的な処罰や追放、そして、財産の没収で脅された。 ベリサリウスのバンダル戦役で抵抗したボリウムのユダヤ人たちはキリスト教の需要を強いられ、シナゴーグは教会になっている。皇帝はキリスト教への改修に抵抗して暴動を繰り返すサマリア人に悩まされていた。皇帝は厳しい直令で彼らに対抗したが、知性の晩年に近くなるまでサマリアでのキリスト教徒への攻撃を防ぐことができなかった。 マニ教徒もまた厳しい迫害を受け、追放や処刑が行われた。コンスタンティノープルでは、少なくないマニ教徒が厳しい宗教裁判の後に、皇帝の御前で、家計や水攻めなどの手段で処刑されている。ハギア・ソフィア大聖堂・ユスティニアヌス一世は、数多くの建築を行っており、歴史家プロコピオスはこの分野の業績の承認である。 ユスティニアヌスの公園の下で有名なユスティニアヌスとテオドラのモザイクを持つラベンナのサンビターレ聖堂が完成している。彼による最も有名な建築はハギアソフィア大聖堂で、これはニカの乱で消失したバシーカ様式の教会を全く異なる設計で壮麗に再建したものである。モザイクで満たされた壮大なドームを持つこの新たな大聖堂は、 数世紀にわたり東方キリスト教徒の中心であり続けた。その他に首都では聖使徒教会が同様に再建された。装飾事業は教会に限られず、コンスタンティノープル大宮殿の遺跡からはユスティニアヌス時代の高品質のモザイクが見つかっており、543年には群葬指摘上するユスティニアヌスの銅像をいただいた円柱が コンスタンティノポリスで制作されている。コンスタンティノポリスやローマを逃れた貴族たちといった他の有力なパトロンたちとの対抗心がユスティニアヌスに王朝の権威の強化を示す手段として首都での建築活動を強いさせたのであろう。ユスティニアヌスは要塞軍を建設してアフリカから東方まで帝国の国境を強化し、また地下貯水槽を建設して コンスタンティノポリスの水供給を確保した。戦略的に重要な町のダラを洪水の被害から防ぐために、全身型アーチダムを建設した。彼の地勢には、サンガリウス大橋がビジュニアに建設され、東方への補給路を確保している。それ以上にユスティニアヌスは、地震や戦争で破壊された諸都市を再建し、また彼の出生地の近くにユスティニアナプリマを建設した。 これは、テッサロニカに変えて、イリュリクム族州の政治的宗教的な中心地たるを意図していた。ユスティニアヌスの知性化、一部は彼のパトロンの下で、東ローマ帝国文化は、プロコピオスやアガティアスを含む著名な歴史家や黙祷者、パウロや、聖学家ロマヌスといった詩人たちを生み出した。一方で、アテネのプラトン大学やベルートの有名な法学校などの重要な機関が、 この時期に失われている。過去のローマの栄光へのユスティニアヌスの情熱にも、かかわらず、失政官の選挙の実施は541年以降は消滅した。ユスティニアヌス一世の前年者たちと同様に帝国の経済は主に農業に依存していた。加えて、長距離貿易が賑わい、北はブリテン島のコーンウォールに達し、ここでは鈴がローマの小麦と交換されていた。 帝国内ではアレクサンドリアからの戦団がコンスタンティノポリスへ小麦と穀物を供給し、ユスティニアヌスは交通をより効率的にするためにテネドス島に保管とコンスタンティノポリスへの輸送のための巨大な国葬を建設した。また、ユスティニアヌスはペルシャとの戦争のために大きな打撃を受けた東方交易の新経路を探そうとした。 キヌは重要な試行品の一つで、これは帝国へ輸入され、加工されていた。キヌ産業を保護するために、ユスティニアヌスは541年に、国営工場へ、専売権を与えている。ペルシャの陸路を避けるためにユスティニアヌスは、アビシニアとの友好関係を確立した。アビシニアは、インドと帝国とのキヌの中継貿易を望んでいたが、インドで、 ペルシャの商人との競争に勝つことができなかった。その後、550年代初めに二人の修道士が、中央アジアから、カイコの眉を盗み出して、コンスタンティノープルへ持ち帰ることに成功し、絹は、東ローマ帝国の国内産業となった。モザイクに描かれた庶民の日常生活、コンスタンティノープル大宮殿。六世紀前半地世の開始時にユスティニアヌスは、 アナスタシウス一世とユスティノス一世から2880万、ソリドスの余剰金を相続していた。ユスティニアノスの治世下では地方における汚職への対抗策が取られ、徴税はより効果的になった。大きな行政権が各県や各州の長官に与えられる一方で、行政官や教区の権限は取り除かれ、いくつかは廃止もされた。行政機構の簡素化が、 全般的な傾向だった。ピーター・ブラウンによれば、朝税の専門家は、ギリシャ諸都市の司会の自治を弱めることにより、地方生活の伝統的構造を破壊している。ユスティニアヌスの再征服以前、530年の帝国の歳入は500万ソリドスであったが、550年には600万ソリドスに増加していたと見積もられている。ユスティニアヌスの地政機関、東方の都市と、 村は繁栄したが、アンティオキアは526年と528年に地震で破壊され、そして540年にはペルシャによって略奪され、住民は退去させられている。ユスティニアヌスは、以前よりやや小さい規模にだがアンティオキアを再建した。これらすべての処置にもかかわらず、帝国は6世紀の間に、いくつかの大きなつまずきを経験している。 第五百541年から543年に発生した薬病で帝国の人口を激減させ、おそらく労働力不足と賃金の上昇を引き起こした。人的資源の不足は540年代前半以降の東ローマ帝国軍内の蛮族の大幅な増加をもたらした。長期化したイタリア戦役と対ペルシャ戦争は帝国の財源への大きな負担となり、ユスティニアヌスは 国営の郵便業務を軍事的に重要な東方経路のみに制限して他を削減したことで批判されている。将軍ベリサリウスの秘書官であったプロコピオスは従軍経験を活かして記した戦士でペルシャやバンダル東ゴートとの戦いを記し、その中でユスティニアヌスの征服活動を称賛している。また建築についてでは ハギアソフィア大聖堂をはじめとするユスティニアヌスの建築活動を称えている。一方で、プロコピオスは、筆という裏ノートを残した。そこには、ユスティニアヌス、皇后、テオドラ、ベリサリウス夫妻への批判が書き連ねられ、皇后になる前のテオドラのスキャンダラスな行いもこの、筆に記されていた。プロコピオスによれば、ユスティニアヌスは、中肉中勢の丸顔で疲れを知らない。 健康的な男だったという。自らの生活は質素で、進化からは眠らない皇帝と呼ばれるほど日夜を通じて、精力的に政務に励んだ。性格は怒りを決して顔に出さず、親しみやすく穏やかであったが、その一方で何千人もの無実の人々の殺害を平然と命令することのできる冷酷さを合わせ持っていたという。ハギアソフィア大聖堂のモザイクが、 ユスティニアヌスの肖像で最も有名なのは、イタリアのラベンナにあるサンビターレ聖堂内陣にあるモザイク画である。ここには、皇后、テオドラの肖像も描かれている。他に、コンスタンティノポリスのハギアソフィア大聖堂にある10世紀のモザイク画がある。ここでは中央に聖母子が描かれ、その左にユスティニアヌスが聖母子にハギアソフィア大聖堂を捧げ、右に コンスタンティノス一世がコンスタンティノポリスの街を捧げるという形で描かれている。この図像から後世の東ローマ帝国においてユスティニアヌスはコンスタンティノス一世と並ぶ偉大な存在とされていたことが伺える。またコンスタンティノポリスにはユスティニアヌスの銅像が乗った円柱があったとされているが1453年にオスマン帝国によって 東ローマ帝国が滅亡した際に破壊されたため、現存していない。東京都中野区の哲学堂公園にある哲学の庭には、ローマ法大前を編纂したことから、現存する法律の主流を作った人物として、ユスティニアヌスの像が置かれている。ユスティニアヌスは、積極的な外政によって、ローマ帝国時代の給料の多くを奪還し、ローマ法大前の編纂や、 ハギアソフィア大聖堂の再建など文化的功績も残した。だが、ユスティニアヌス本人が神聖に赴くことはほとんどなく、実際にはベリサリウスの購入るところが大きい。しかしユスティニアヌスはその功績に報いるどころか、むしろその再覚と名声に嫉妬し、常に礼遇するという姿勢を見せた。またこうした大事業の多くは結果として、 国家財政の破綻を招いたほか、それを補うための重税によって経済は疲弊し、相次ぐ戦乱で、イタリアの諸都市は破壊され、国土は荒廃してしまった。さらにこのような状況で重税を課したために征服地は完全に疲弊した。このような統治に、急にローマ帝国領で、ローマ帝国の復活を望んでいた人々は幻滅し、離反していった。 こうしたことから、ユスティニアヌスの死後、東ローマ帝国は、急速に衰退してしまい、地中海世界を支配する大帝国から、東南欧、東地中海の地域大国への転換を余儀なくされた。マヌエル一世、コムネノスのように、ユスティニアヌス以後にも大帝国としての地位の復活を、目指した皇帝もいたが、いずれも果たされなかった。結局、ユスティニアヌスの知性は、 古代ローマの復興を求めた彼の意向とは裏腹に、古代ローマ帝国の終焉を招く結果になってしまい、その後継者たちに経済が破綻し、疲弊しきった国を引き渡すことになってしまった。ただし、一時的にであれ、王子のローマ帝国の半島を回復したこと、特に国号の由来である都市ローマを回復したことは、その後の東ローマ帝国が持ち続けた、我が国は、 ローマ帝国であるというイデオロギーの根拠となり、その国難の時代を迎えた帝国の精神的な拠り所となった。ありがとうございます。